大場です。大バランチャンネルへようこそ。ホノルルマラソンのコースを紹介しています。前回の動画ではスタートから5キロまで、このマッキンリー高校の横の5キロ地点までお送りしました。今回はですね、5キロから10キロ、この5キロから10キロはですね、10キロ地点がカピオラニパークのフィニッシュラインがあるところですね。そこまで戻ります。ここのセクションのポイントは声援です。ここはですね、アラモアナとあとはワイキキ、そして公園まで行って非常に声援がたくさんもらえるところです。沿道の声援がね、非常に力になりますので、ここでペースを上げちゃダメなんですね。調子に乗ってね、上げちゃいますので、ペースを上げないように声援を受けて力に変えながらも落ち着いて走ることがポイントです。ここのピーコイという道をね、右に曲がります。そうするとまたアラモアナビーチパークに帰ってきます。ここはさっきね、一番最初に見たピーコイ、アラモアナショッピングセンターの横の道ですね。ここでとりあえずたくさん声援をもらいます。このレストランの方とかが有志で水を出してくれたりとか、めちゃくちゃ感謝しながら走るセクションですね。ここは非常に力になりますけど、その力はここでは蓄えておきましょう。使っちゃダメ。このピーコイストリート、こちらを突き当たればアラモアナビーチパークに帰ってきます。ここが先ほどスタートしたアラモアナブルバードとピーコイの交差点ですね。こちら戻ってきますので、今度はワイキキの方に向かいます。こっちね、ここもね、たくさんの声援がもらえますので、力にしていきながら走ります。本当だったらこの辺までずっと多分スタートする人が並んでるんだと思うんですね。ただこのエリアに来る時にはさすがに全員スタートしてますね。ビーチパークを過ぎるとちょっとね、この橋のところで軽い上り坂がありますので、ここもペース惑わされることなく普通に淡々と走りましょう。でこの橋を越えた向こうに大規模のウォーターステーションが、エイドステーションがあります。この橋の下にはアラワイ運河があります。綺麗ですね。遠くから見たら綺麗なんだけどね、水質とかやばいらしいです。道を逆に渡りましたけど、このカーブに差し掛かるところ、イリカイホテルというねホテルがありますが、このイリカイホテルのど真ん前、ここがねイリカイホテルの前、ここが大規模なウォーターステーションになりますので、この辺近づいたらね、ちょっと手前から右側に寄ってもらうと水が取りやすいですね。水を取ってここでワイキキに入って、結構大きな声援をもらいながら走ることになります。もちろん
本番はこの車道のど真ん中を走ります。今はもちろん歩道を走ってます。ここでアラモアナブルバードを終えてカラカウア大通りに入ります。ワイキキですね。ここでもたくさん声援をもらいながら右折をしていきます。カラカウア大通り、カラカウアアベニュー、ここを直進します。カピオラニパークまで。ワイキキ、この道沿いを走れますよ。今もうちょっとしたら9キロぐらいかな。ここで声援を浴びて力に変えましょう。まだでもここは真っ暗ですね。通り過ぎる時は。ワイキキをちょっと過ぎるとこの辺がまた給水ポイントになりますね。ここで水を取って喉を潤して、このデュークカハナモク銅像前を通り過ぎてカピオラニパークに向かいます。さあ、ダイヤモンドヘッドが見えてきたらワイキキの終わりです。ここはホノルルズ横を通り過ぎます。ここをカーブ左に曲がったら10キロ地点ですね。10キロのレースに出る方はここがゴールになります。もうちょっとしたらね。この右側はもうフィニッシュラインになりますので、このフィニッシュライン、ここで終了する映像を頭に思い浮かべながら笑顔で目標達成してほしいなと祈りながら、ここを右手に左側に向かいます。さて、はい、10K HM ホノルルマラソン10キロ地点、ここが10キロのレースのゴール地点、そして我々にとっても10キロ地点、そして私たちはこのまままっすぐこの道を通って最初の信号を右に曲がってダイヤモンドヘッドに挑むわけですね。いやいやいや、今日暑いということで、この5キロから10キロまでお送りしましたホノルルマラソン。この5キロから10キロのハイライトはですね、声援でしたね。声援を受けて気持ちよく走るんですが、それで調子を上げてしまってペースも上がってしまってはダメだと、ここはグッと抑えて後半に温存しておきましょう。その中でもしっかりと水分補給をしてペースを淡々と進めていくことが大事です。次の動画ではですね、10キロから15キロ、もちろんテーマはダイヤモンドヘッド、アップダウンが来る最初の山になります。ここをお送りします。それじゃあこのまま行きます。